ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ナチスドイツの独裁者アドルフ・ヒトラーの甥で、米軍に入ってドイツに反旗を翻したウィリアム・パトリック・ヒトラーのお話だ。ヒトラーの甥が米軍に入ったってマジなの？ああ。若い頃は叔父に仕事を紹介してもらったりしていたウィリアムだが、次第に憎しみ合う関係になり、最後はアメリカに渡って軍隊を志願することになるんだ。でもアメリカからすれば敵の親玉の親戚なわけだし、すんなり入れてもらえるとは思えないけど、もちろん一筋縄ではいかなかったぜ。今回は彼の困難すぎる人生と、叔父ヒトラーとのしくじりすぎた関係を紹介しよう。それでは行くぜ。さて、アドルフ・ヒトラーの異母兄弟にアロイス・ヒトラージュニアという男がいたんだ。異母兄弟ってことはアドルフとお母さんが違ったのね。そうだな。二人の父親で同名のアロイス・ヒトラーは、1837年に私生児として生まれたんだが、成長するとオーストリア帝国オークラ省の守衛となり、やがて正式な管理に出世した。1873年に36歳で最初の結婚をするんだが、相手は14歳上のアンナ・グラスルという女性で、当時50歳だったんだよ。かなり年上だったのね。この頃、名字をヒトラーに変えたアロイスは、1880年には事実上離婚状態になるが、カトリック法の規定によって正式には離婚できなかったんだ。しかもフランキス・カマツェルスベルガーという、19歳のウェイトレスと関係を持っていて、1882年には彼女との間にアロイス・ジュニアが生まれているんだぜ。それがアロイス・ヒトラー・ジュニアだったのね。ああ。同じ年に妹のアンジェラも生まれているんだが、出産後に母親は結核を患って亡くなってしまうんだよ。それで再婚するわけか。そうだな。息子のアロイスはその3番目の妻クララと一緒に育つんだが、父親が亡くなる前に家出してしまったんだぜ。家出ってことは家族とうまくいってなかったのかしら？この頃、父親とクララの間にアドルフが生まれるが、息子の方のアロイスとはあまりいい関係じゃなかったようだ。アドルフは常に母親から好意を寄せられていたが、アロイスはアドルフのいたずらのせいで父親から殴られたりしていたという話だな。さすがにかわいそう。1900年には窃盗の罪で懲役刑を言い渡され、刑期を終えるとロンドンに移住してしまったんだ。そして1909年、アイルランドのダブリンで競馬ショーを訪れたアロイス・ヒトラージュニアは、そこで美しい女性と出会う。その女性はブリジット・ダウリングという名前で、二人は翌年結婚することになる。そのブリジットはアドルフの義理の妹ってことになるわね。とはいえこの結婚は一筋縄ではいかなかったようで、ブリジットの父親は、誘拐罪でアロイスを逮捕させようとするくらい反対していたんだぜ。そこまで反対されてたの？もちろん逮捕はされなかったんだけどな。ともかく二人は、リバプールのあまり治安が良くないトクステスという地区に引っ越したんだ。そして1911年には最初の子供が生まれ、ウィリアム・パトリック・ヒトラーと名付けられたんだぜ。それがヒトラーの甥のウィリアムね。そういうことだな。ところがアロイスはよく酒に酔って妻や子供を殴っていたようで、そればかりでなく1915年には家族を捨ててオーストリアに戻ってしまったんだ。父親に捨てられちゃったってこと？簡単に言うとそういうことだな。ちなみにアロイスはドイツで再婚して第一次世界大戦を生き延びていて、後にウィリアムは父親に会うためにドイツを訪れているぜ。少しは関係が良くなったってことかしら。まあそうだろうな。そしてウィリアムが18歳でドイツを訪れた時、アロイスからナチスの集会に一緒に行こう。君の叔父は本当に力のある雄弁家なんだと誘われるんだ。当時、叔父のアドルフは反ユダヤ主義者として有名だったからな。この時点でアドルフは反逆罪で投獄されたばかりだったが、すでに我が闘争を執筆していた時期だったぜ。ここで二人の運命が交わることになるのね。そうだな。アドルフが首相になると、当時22歳のウィリアムはおじの権力を利用して、ベルリンの銀行で仕事を得ることに成功するんだ。他にも車のセールスマンなどいくつか仕事を紹介してもらえたみたいだな。てっきり仲が悪いのかと思ったら、きちんと恩恵に預かっちゃってるじゃない。ところがとある理由でどの仕事もうまくいかなかったんだぜ。どういう理由かしら？なんとまさかのアドルフのせいだったんだよ。ええ。いい仕事を紹介してくれた当の本人のせいってどういうことなの？実はアドルフは密かにウィリアムに監視をつけていたんだ。つまり甥が余計なことをしないか見張ってたってわけだぜ。ただ便宜を図るだけじゃなくて、自分の思い通りにしようとしてたってことかしら。そういうことだろうな。例えば、ウィリアムがリバプールにいる母親に送金することは絶対に許さなかったらしい。金に困っていたのにもかかわらずな。母親って言うとアドルフの義理のお姉さんのことね。でもどうして許さなかったの？理由は簡単で、ドイツのお金をイギリス人に与えるなんて言語道断だったんだよ。なるほど、確かにウィリアムの母親はイギリス人だったわね。アドルフの嫌がらせは他にもあって、ウィリアムが自動車メーカーで働いていた時のこと、ある日突然首を宣告されたんだ。最初は理由がわからなかったが、後々判明したんだぜ。理由ってまさか、
誰かがアドルフに、ウィリアムが盗みを働いているって告げ口したんだよ。監視はとにかく厄介だったらしく、ウィリアムは後に、私は危険を犯さずに外出することさえできなかったと書き残しているんだぜ。そんなひどい監視だったのね。でもアドルフもそこまで気にしなくてもよかったんじゃない？いや、彼も最初は友好的だったらしいが、老いが実は反ファシストで、ナチスの熱烈な支持者ではないことがわかると態度が表変してしまったんだよ。ああ、それが理由だったのね。しかもアドルフが老いを嫌う理由はそれだけじゃなかったんだ。どういうこと？おじとの関係が悪化していたこの頃、ウィリアムはあまりにも無謀なことを企む。その企みっていうのが、なんとおじを脅迫することだったんだぜ。ええー、あの独裁者ヒトラーを脅迫って、こんなことウィリアム以外には思いつかなかっただろうな。それでどうやって脅迫しようっていうの？給料が良くて簡単な仕事を用意してくれないと、一族の歴史を世界に公表すると脅したんだ。それって、一族の歴史を公表したら何かまずいことがあったってこと？どうもウィリアムが暴露するつもりだったのは、アドルフの父方の祖父がユダヤ人だったという事実だと言われているな。すなわちヒトラーがユダヤ人の末裔ということだぜ。ちょっと待って、確かにヒトラーがユダヤ人の血を引いてるって噂は聞いたことあるけど、ウィリアムがそう言うってことはマジだったってことなの？そこは難しい問題なんだぜ。ウィリアムがそう認識していたとしても、それが真実だって証拠は未だに出ていないわけだからな。何にせよアドルフの返答はこんな感じだったんだ。お前がイギリスの市民権を捨てたら話し合おう。無下に断られちゃったのね。そういうことだな。その後、おじを脅迫するのを諦めたウィリアムはロンドンへ向かい、1939年、ルック氏に私がおじを憎む理由と題した記事を発表するんだ。一族の秘密を暴露したってこと？いや、そういうわけじゃなかったみたいだな。しかも当時はポーランド侵攻の数ヶ月前で、イギリスとドイツは交戦状態ではなかったんだ。そのせいで記事の反響は大したものではなかったらしいんだぜ。ウィリアムの思い通りにはならなかったのね。ちなみにどんな記事だったのかしら？一部を引用するとこんな感じだ。私たちはケーキとホイップクリームを食べた。ヒトラーの好物のデザートだ。私は彼の強烈さ、女性的な仕草に打たれた。彼のコートにはフケがついていた。なんか臭そう。そこはいいとしても、他に問題がある部分があったんだ。アドルフが女性と良くない関係にあって、その女性を神経衰弱に追い込んでいたという記述だぜ。それはなんていうか、スキャンダルには違いないわね。しかもアドルフの立場としては、国民に対して自分を神格化させるような戦略を取っていたから、なおさら問題だったんだ。二人が話した時の様子はこんな感じだ。彼は激怒した。上下に歩き回り、目を見開き、涙を流しながら、私に記事を撤回することを約束させ、私生活について他にも書けば自殺すると脅した。かなりピリピリしてたのは間違いないみたいね。しかもアドルフはウィリアムに向かって、もう二度と自分が老いだと言わないように警告したという話だぜ。事実上の絶縁宣言だわ。さて、第二次世界大戦が続くうちに、ウィリアムのいるイギリスでのヒトラーの人気は下がりきっていたんだ。それまで少しでも人気があったっていうのが信じられないわ。その頃は、アウシュビッツ強制収容所の存在すら知られていなかったんだ。一部の人を除けば、アドルフ・ヒトラーがユダヤ人を大量虐殺していたなんて、想像すらしてなかったんだよ。なるほど、今とは見え方が違ったってことか。ちなみにナチスの強制収容所については、別の動画で解説しているから、興味がある人は概要欄からチェックしてみてくれよな。わかったわ。ウィリアムに話を戻すと、反ナチスである以上ドイツに戻るわけにもいかず困っていたんだ。そんな状況を新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハーストという人が聞きつけ、当時まだドイツとの戦争を考えていなかったアメリカに彼を招待したぜ。アメリカに渡ることになったのね。ああ、しばらくするとアメリカがドイツと戦争状態になるんだが、そんな中で彼は驚きの行動に出たんだ。何をしたの？当時の大統領フランクリン・D・ルーズベルトに手紙を書いて、自分の窮状を説明したんだよ。まさかの大統領。ああ、イギリス人でアドルフと血縁関係があるにもかかわらずドイツ軍と戦いたい。そのことを大統領に訴えたんだぜ。かなり思い切ったことしたわね。そうだよな。手紙の一部はこんな感じだ。私の親類や友人は皆、間もなく正常期の下で自由と品位のために行進することでしょう。私は、彼らと共に圧政と抑圧に立ち向かう戦いに参加することを許可していただけるかどうか、お尋ねするためにこの嘆願書を恐れ入ってお送りしております。しかし大統領閣下、一つ問題があります。私はあなたが戦っている相手の甥であり、唯一の子孫なのです。もしかしたら拘束されたりしかねないのに、よく手紙を書く気になったわね。それだけおじに反対する気持ちが強かったんだろうな。だが、当時のアメリカにもドイツのスパイは入り込んでいたから、彼に戦う機会を与えることは大きなリスクでもあったんだ。
なるほどね。もしかしたらウィリアムがドイツのスパイかもって考えるのは、まあ言ってみれば自然な気もするわ。だからルーズベルトは、当時の FBI 長官ジェイド・ガーフーバーと手紙について話し合ったそうだぜ。結構な事態ね。それでどうなったのかしら。結局、ウィリアムが入隊することに同意して、彼は海軍で働けることになったぜ。願いが届いたのね。しかも戦争中に怪我をしたことで、後に勲章を授与されたりもしているんだ。こうして叔父との戦いに踏み出したウィリアムだが、それからしばらくして戦争は終わる。なんとか生き延びられたのね。1947年に海軍を去った彼だが、心の中ではどうしてもやりたいことがあったぜ。何のこと？名前を変えることだ。近所やオフィスでヒトラーと名乗ると人々は笑ったり怒ったり、後に本当だとわかると動揺したり疑ったりといった対応をされたんだ。想像したら面倒で仕方ないと思うわ。もちろんヒトラーのせいで多くのアメリカ人が命を落としたのは事実だったが、その一方でウィリアムが叔父のことを嫌っていたなど、誰も思いもしなかっただろうからな。勝手に恨む人がいるのは当然かもね。そうだよな。結局、彼はウィリアム・スチュアート・ヒューストンに改名するんだ。その後間もなくドイツ生まれのフィリス・ジーン・ジャックという女性と結婚して、ニューヨークのロングアイランドに定住して4人の子供をも受けたぜ。そして自宅に血液分析ラボを開設し、ブルックヘイブン研究所と名付けたんだ。ニューヨークで新しい生活を始めたのね。それで、ウィリアムの子孫は今もアメリカで生きてるってこと？いや、そういうわけでもないんだぜ。そうなの？実はウィリアムの息子たちは、誰も子供を作っていないらしいんだよ。その理由については、こう説明されたりするんだ。彼らは契約書にサインしたわけではないが、お互いの人生で背負っている重荷について話し合い、誰も結婚せず子供を持たないと決めた。つまり意識的に子孫を作らないって決断したの？そういうことだな。ウィリアムもその子供たちも、自分たちの親族にあの男がいることを決して友人には話さなかったんだ。その秘密を抱えたまま、彼らはできる限り普通の生活を送っていたんだよ。辛い決断と言わざるを得ないわね。彼らの近所に住んでいた人が、かつてニューヨークタイムズ紙に子供たちについてこんな風に語っているんだ。彼らは町の他の子供たち、アメリカの子供たちと同じだった。まるでドイツ人としてのバックグラウンドに反発して、より強くアメリカ人になろうとしているかのようだった。強烈なコンプレックスだわ。同じ人物によれば、ウィリアムがアドルフとの関係を親しい友人に話したのは、臨終の時だけだったそうなんだぜ。そこまで隠し通したのね。また、他にもこんなことも話しているんだ。外見は完全にアメリカ人だったが家の中はとてもドイツ的、ヨーロッパ的で、両親はドイツ語を話していた。覚えているのは、少年たちが裏庭の膨らませたプールで浮かべていたビスマルクという名前の、おもちゃの戦艦を持っていたことです。ある時、なぜか彼らは戦艦に火をつけ、全員がビスマルクが沈没していると叫んでいた記憶があります。どういう感情だったか謎すぎるわよ。また別の友人は、ウィリアムの出自について知った時はショックを受けたと話しているぜ。そして子供たちは地味な仕事に就き、目立たないように暮らしていたんだ。全く関わりのない親戚のために、そこまでしないといけなかったなんてね。彼らについてのドキュメンタリーが撮られたことがあったが、その監督は表舞台から消えたウィリアムの消息を追う中で、3人の息子たちの存在を突き止めたんだ。そして名前だけを頼りに地元の学校を訪れ、残っている年間から本人の顔写真を入手したぜ。そこまでするのはちょっと悪趣味な気もしちゃうわ。本人たちは掘り返されたくなかっただろうしな。しかもこの監督は、ウィリアムの息子と仲の良かった友人にインタビューを敢行したんだ。友人は3人の息子たちが、子供を持たないことでヒトラー家の血筋を途絶えさせるという、秘密の誓いを立てたと話したぜ。やっぱりマジだったのね。いや、実際にそうだったかは若干疑問だ。監督が息子の一人に突撃取材を試みたがあっさり断られているからな。真相は謎だけど、実際に子供がいないことを考えれば十分あり得る話かも。どんな気持ちで生きているのかは当人たちにしかわからないが、とんでもない重圧だったのは間違いないだろうな。ちなみにアドルフ・ヒトラーの最大の敵、ソ連の独裁者ヨシフ・スターリンの息子の末路を扱った動画もあるから、興味があれば概要欄をチェックしてくれ。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップ始めました。月額190円からで限定動画を見れるぜ。詳しくは説明欄を見てね。